やれやれ、予告通り彼が動き出すようだ。一体どうしたものだろうね。止めなければ一大事。いや、そんな生ぬるいものじゃない。イモータライズなんてとんでもないものが訪れてしまうらしい。何しろこの世界と夜とを隔てる壁を壊そうというんだから。大量の興味、そしてイグジスが止めどなく流れてくる。この世界全体がうつろの夜を超えた真なる夜になるんだ。正直に自分の気持ちを口にするのなら、こんな一世一代のビッグイベントぜひ間近で見てみたいというのが本音ではあるんだけど、世界が滅びていく様なんてそう見れるものじゃないからね。ま、見たが最後。そこで自分が死んでしまっては意味がないし、生き残ったとしてもそれを論ずる場がなくては同様に意味がない。つまり結論は却下だ。残念だよクオン君。問題は最強たる彼の行動をどう却下するかだが、ヒルダやゴルドーに期待しすぎるのも問題だし、今回は僕も行くしかない。適しているのは直球よりも変化球。僕のこいつが輝く時だ。永劫のクオン、終わりの時間が来たとはいえ実に残念だ。長きを生きた者、その見識、紡ぐ言葉は深く厚みのあるものだった。君とはまだまだ良好な関係でいたかったのだけれど、ま、これ以上一人で考えていても時間切れでゲームオーバー。あまり気乗りしないけど、そろそろ動こうか相棒。おそらくは俺が僕たちの最後の戦いだ。上質な獲物を味わう最後の機会となるだろう。骨まで余すところなく存分に食らっておくといいよ。お手柔らかに頼むよ。いざ勝負。ファイナルクローズディバイド。おふつそこか。振り払え。くらえ。あれ全部行くよ。くらえ。リセン行く。カウンター。オフレ。あれ全部行く。そこか。リプレス。世界のリンクだ。リフレクト。あれ避けられるか。どうもね。やったり。ダメ。仕掛けどうね。やったり。あれガイス。あれやった。あれブレス。オフレ。耐えられる。そこ防ぎ。ブレス。そこオフレ。どうもね。リフレクト。まだ。やって。やらせ。レイクダウンです。おいおい、またこの流れかい。いい加減にこのマッシブなパターン断ち切りたいものだね。お、なんだよお兄さん、頭でも痛いってのかい。そんな眉間にシワ寄せちゃってさ。いや、なんでもないよ。個人的な問題で少々考えることがあってね。君はあのEFG の剣くんだよね。あれ、お兄さんとは初めて出会う気がするんだが。俺も有名になったもんだ。参ったな。サインとか用意しないと。なあ、アムネジアの参謀ブラッディ・ケイアスさん。おっと、そう来るか。少しは血を感じることができて嬉しいわ。こんな夜だ、時間も惜しい。世間話は切り上げて直球で行こう。今夜これから君たちはどう動く気なんだい。どう動くって別にどうもこうもねえよ。そんなのこのまま進んでクオンってのを殴って止める。
俺の邪魔をするならあんたも殴って止める。それだけだが。なるほど、 EFG ってとこは思ったより直線的なんだね。君個人の問題なのかもしれないが。だっていろいろ考えたもよ、結局ぶっ飛ばして止めるしかねえだろっての。じゃあんたたちこそどうすんだよ。そうだね、まあまずはぶっ飛ばして止める、それしかないね。どうやら口より先に手が出る人たちと長く接してきたおかげで、僕もそっちの方に思考が染まってしまっているようだ。いいね、共闘しようとか頭いい話が出るかと思ってたが、嬉しい言葉だ。そうだよな、言葉が通じない相手にも拳は通じるもんな。結局こうするのがシンプルでベストなんだよ。いや、これがベストな選択だというのは同意しかねるが、最後である夜、まだ体の鉛が抜けていない気がするのでね、準備運動なんて君レベル相手に舐めたことを言う気はないが、本番を想定した本気で挑ませてもらうよ。ファイナルクローズディバイド、クラヒリカケ失戦、もう一度暗い仕掛けていくよ。ウレス行くぞ、セッサウンヤシャッダセッオフレ行くシャッダヤッハメルジェッケカウンダいい子だ行くヤッシャッヤオフレシャッアセン行くよ。ウレス耐えられる、行くぞカウンダ行くぞ行くよ、シャッ俺の負けだよ。君はどこまで上がってくれるの。ディバイドリフトシャッ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 オフレシャッリフトイムコウワイクダダッヤッテライムカウンダーオッテダッカウンダーバイケンセイカウンダーシャッ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 ダッシャッオフレ切り替えられそうか、気付けろフッシッカウンダーシャッカウンダー分かっていたよ。フッオフそこ気付けろ、だって顔面直撃、危なすぎる、ここじゃねえ、いいじゃん、カウンター、いらっしゃい、今いいかな、やらせんよ、暗い気付けろ、カウンター、シッテレイクダウン、シャッ、僕はファイナルクローズディバイド、オフそこか、その手を焼き尽くせ、行くよ、シッテラーだけはずっ、シッテラー食らえ、シッテラー防ぐ、やっ切り裂け、食らえ、シッテラー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 、あれ気付けろ、いや食らえ、耐えられる、振り払え、あれ返す、リフレクター、ふざけろ、存分に味わうといい、ふざけろ、いいか、テイクダウン、いや、もう誰が来ようと驚かないけれどね、覚悟している。ここにそういう荒くれ者が多いのは仕方ないことだって。ん？あれ？そんなに野生には見えない、むしろ知性が見える。どうしたんだ、私の顔に何か。なんということだ、瞳に輝きを感じる。下品な言葉が飛び交わない、突如襲ってこない、話が通じている。その服装、ひょっとして君はリヒトクライスの人なのかい？そのくくられ方だと、いささか問題も生じるのだが、ややこしい話でもあるので、この場では一旦否定せずに置こう。いかにも、僕はリヒトクライスに縁あるもの、名をロンドレキアという。なるほど、噂話で男性執行官の存在を聞いたことがあったが、それかな。その辺も君の言うややこしいってのに関係があるのだろうね。まあもちろん説明は不要だ、僕が勝手に推測しているだけだから。察していただき助かるよ。
外部に語るような誇らしい話題ではないのでね。むしろ恥ずべきことだ。それじゃあ、君たち相手に黙っているのも心苦しい。僕の方も自分の立場を明かそう。僕はケイアス。この辺りで最近名を馳せているアムネジアの者だ。先ほどからそうだろうと踏んでいたが、やはりか。どうやって聞き出そうか考えていたのでね。自己紹介していただき助かったよ。改めて確認するが、その手にしている書物が。そうだね。こいつが君たちのところからいただいたものだ。けど、改めて伝えておくけれど、その場にいた執行官との交渉でちゃんと譲り受けたんだよ。敷地への無断侵入は言い逃れできないけど。そうか、なるほど。隠さずに話していただけたのは嬉しい限りだ。私個人としてはそれの入手過程に関し深くはおうまい。しかし組織の関係者として一応取り返す努力はさせてもらおう。君と英語の噂、その真偽も聞かせてもらいたいしね。ことと次第によっては君はこの大事件の共犯なんだから。そうだろうね。この状況、逆の立場なら僕でもそう考えるよ。仕方ない。言葉が通じている上での戦いなら楽しめもするだろうし、この場での勝負がお望みであればお相手しよう。あの時と比べ格段に上達した僕の本の扱い、もう無様に逃げ回ることもない。君たちにはそれをぜひ見てほしい。ファイナルクローズディバイド。あれ、今だ、今だ、次僕切り裂く。耐えられ、そこ今だ、ゆっと危険だし、確率の跳ね返す。いくカウンター、カウンター、カウンター、次僕で、そこ耐えられ、そこ気つけろ。ベートクラス、そこから防げる。ブレス、そこか、いくよ、やるね。カウンター、おっと、あれ、今だ、手足を、ぜ、本気を見せようか。食らいつくぜ。まだだ、逃がした、死ぬ、逃がった、全身と焼き尽くせ。危険出した、せ、ぜ、足元で、せ、取りよう、おっと、振り払え、ブレイクダウン。つまらメガネを壊してもらってくれよ。ディバイド、あれかい、くらい、くらい、甘い、リフ、せ、続け、リフ、焼き尽くせ、爪が甘い、くらい、そこだ、オフ、やれ、振りが、防ぎ、ブレス、まだ足りない、くらい、やれ、キツ、ブレス、そこだ、くらい、やれ、振りが、キツ、ブレス、切り裂け、なかなかやれ、やれ、気つけろ、よっ、あれ、防げる、ブレス、爪が今、くらい、耐えられる、切り裂け、まだ倒れる、悪くなるの、あれ、ブレイクダウン。お前さんが出向いてくれたら珍しい。クラウンター、ファイナルスライド、分かっていたぞ。そこ防げるか、それでクラウンター、そこ防げる、リフレクト、クラウンター、そこだ、行くよ、またボンク、そこだ、リッソン、ブレス、キッ、やれ、今のクラウンター、そこだ、防げる、今のクラウンター、振り払え、リッソン、君とのた、僕はズモンオーディングの不安だけど、ディバイド、そこか、そこだ、アキソン、ブレス、キッ、耐えろ、クラ、切り裂け、オフ、そこか、リフレクト、アリ、今だ、オフ、そこ、耐えろ、グリフ、気つけろ、より強大に、や、存分に味わうといい、やって、やらせ、かも、そこに来とる、この銃は、おっと、オフ、そこか、オフ、やれ、そこだ、防ぎ、ブレイクダウン。ようやくたどり着いたようだね。ここがゴールとなる場所、深淵。
改めて長い旅路になったものだ。ヒルダもゴルドーもまだ姿が見えないし、やはり僕がやるしかないか。正直なところ、僕の力がどこまで通じるかはわからないが、なーに、正々堂々とか正候補以外の手なら割といける気もしている。汚くしぶとく惨めに、どこまでも戦ってみせるさ。それじゃあクオン君、失礼するよ。君も。やあ、久しぶり。しばらく見ない間に随分大きくなったんだね。見違えたよ。その姿が本当の君というわけか。ああ、なんだ、君だったか。そうだ、久しぶり、久しぶりだ。あの時は幼き頃の肉体である僕が世話になったね。力の戻りきらない僕の支援、周辺で起きた情報の提供、能力者たちのお膳立て、君の様々なサポートとアイデアがなければ僕は今ここに立っていることはなかったはずだ。そう言っていただけると僕も苦労した甲斐があったというものだよ。けど今の君はこの世界を滅ぼそうと企む悪の大魔王、その片棒を担いでいたものと言われると僕も肩身が狭くてね。夜への道は多くの謎の解明への足がかりとなるだろう。それ自体は素晴らしいことだ。しかし問題となるのはその代償。せっかく扉が開いても世界が失われてしまってはね。なるほど、僕らの意見の乖離はやはりそことなるか。しかし悲しいことだが、それは譲れない。交わることなき平行線だ。夜へ向かい、あいつの息の根を止める。それが僕の願いだよね。ま、決意は固いと思っていた。ここまで重ねてきたことだし、OK だ。最初から話し合いで止められるとは思っていなかったしね。そろそろ目を覚ましてもらおう。いや、元々のクオン君を返してもらい、この世界にはまだ読めていない本が数多く存在する。それを根こそぎ食われてしまうわけになどいかないからね。短い間だったが、元協力者としての情けだ。英語たる物語、その最終章を綴り役目、僕が引き受けるよ。何、安心してくれ。僕が勝利した場合、もっといい解決方法を共に探すというサービス付きだ。ファイナルクローズ、ディバイド、あれ、焼き尽くせ。見事にカウンター、ブレス、今だ、クレカウンター、立て待たせ、知ってる、オフレ、気付けろ、ハリウッド、行くぜ、シャッてやー、オフレ、そこか、入らず、そこだ、リフレクト、見事ないんで、オフレ、入られる、そこだ、今だ、立て直り切った、すぐ刺して、さあ、カウンター、今だ、シャッてやー、オフレ、リセンプ、行く、見事に行く、カウンター、エクスレイクダウン、いい勝負だったと。まさか力弱き君に夜への道を閉ざされるなんて考えても見なかったよ。すまないね、僕なんかで。いや、力弱き僕だからこそ奇策が通じたのだろう。けどたとえ僕以外の誰かが相手であったとしても、君は結構な確率で敗れていたと推測するよ。今の君の意志は黒き復讐心に満たされている。一体誰のことを見ているのやら、何かに意識を囚われている。そんなものの相手をするのはたやすい。百戦錬磨の君になら今までに経験があったことなんじゃないかな。
われると弱いな。乾杯だよ。体の崩壊が始まった。僕という存在は間もなく消滅する。短い間だが君には迷惑をかけたね。お別れだ。最後を迎える間際に君に、いや君のベセルに問いたいことがある。実はね、僕はこのためにここに来たんだ。この長き夜の物語に本当のピリオドを打つために最後の切り札を使う。僕の力、その禁忌たる使い方、書物から虚無たる姿を作り出せるのなら、その逆もできるんじゃないか。そう思わないかい？虚無たる力を情報として読み込むんだ。誰にも話してないけど、過去に試し精度は低いが可能だった。垂れ流すように消費されるイグジス、自分が一瞬で消えそうなほどなのに、得られる言葉は空腹ばかりで気軽に用いたくないんだ。本当は消えゆく者の意識を読むのをはばかられる気持ちもあるけれど、僕はこれがうつろの夜もイグジスもインバースも君も含めた全てを解決する糸口になると信じている。行くよ、君の虚無なる肉体から、いやそのうちに秘められているベセルと融合した風術から、意志を、言葉を、情報を取り出す。そして僕は夜の真なる断りへと必ずたどり着こう。僕は生きているみたいだね。とりあえず命に別状はないようだが、相応の代償は支払わされたか。ま、あんな無茶の後だ。生きているだけで幸運なのだろうけど、クエン君の記憶、いや風術の記録垣間見ることができた。断片的ながらも興味深いものばかり。夜の秘密を暴く上でどれも重大な手がかりとなるだろう。この体はその代償というわけだ。誓いを忘れぬため、思いを貫くため、まあちょうどいいだろう。急激に消失した僕の中のイグジス、その分が外から流れ込んできた。意識も体も異なる自分に乗っ取られていないのが不思議なほどだ。さて今回の騒動はこれで終わりだ。僕たちの勝利でね。けれど僕にはこの夜と力を解明するという使命が残されている。アシダ・ハーカーいるんだろ。帰るよ。分かっている。すでに本の中ではなく僕の中に半分ほどかな。もとより君とは一心同体のつもり、それ自体には微塵の問題もない。むしろ君の力は我がうちにあると思うと喜ばしい限りだよ。さあ共に進もう。永劫の者の企みは滅び、世界の破滅は防がれた。残すは何者かが仕組んだうつろの夜というシステムを暴くのみ。僕だけに残された大仕事だ。必ずやり遂げてみせよう。何？出口の明かりはもう見えている。じきにたどり着くさ。